基本的にこう時間って増やせないけど効率は倍にできるので、16連休を絶対1人1回は取るっていうルールがあるので、あのジャパネットって衝動買いの会社だって言っていて、ジャパネット2代目社長高田明人、8,980円、これをですねセットにするんですよ。でもですね皆さん、テレビショッピングでおなじみのジャパネット高田、甲高い声で人気を博した創業者の高田明は、1台で売り上げ1700億円超えの企業に成長させた名物社長。2015年に退任し新社長に変わると売り上げはさらに伸び、昨年は2600億円超え。なぜ10年足らずで1000億円近くの売り上げを伸ばすことができたのか。そこには理論に基づいた改革と父から引き継いだ信念、この2つに答えがあった。ご自身のやり方とお父様のやり方似てるなと思われるか、だいぶ違ってきたなと思われるか、どちらでしょうかね。根っこのところはやっぱり父が作った会社でそのベースを大事にしているので、だけどやり方はもう全く違いますね。もう働き方から組織の作り方からはもう、たまに家でご飯食べてると父もチクッと言うぐらい、あの普段仕事のアドバイスはしないんですけど、ご飯食べてたらちょっと休みすぎじゃないとか。でもね、ここにも書かれてましたけど、随分休日も増やされて、はい、あの有給の取得率も上がってっていう。そうですね、16連休を絶対1人1回は取るっていうルールがあるので。16連休、はい、月金月金で週末3回で、それ16連休全員取って、その時は携帯はもう会社に置いていかないといけなくて、メールも見れないようにして仕事を一切離れるっていうルールを作ってやってるので。確かにそのことによって、その人がいないとそのことがわからないっていう、まあ仕事の属人化を避けるメリットもあるって。はい、めちゃくちゃ大きいと思います。上司は部下のフォローして、僕が上司のフォローするんで、結構戻ってくるとこうお互いの感謝の気持ちが分かったりとか、あとなんか16日休むとなんかもう働きたくなるらしくて、なんかもう戻って自分がいなくてこんな回るのが不安になるみたいで。あそう、なるほど、その危機感持つのは大きいですね。はい、やっぱ基本的にこう時間って増やせないけど効率は倍にできるので、やっぱりずっと仕事中に考えて工夫してこだわっていけば、休みを取りながら生産性も上げれるっていうのが会社として目指している形ですね。そんな新しい制度を取り入れる一方で、先代の頃から一貫して行っていることがある。それが、でも今日はね、もうちょっと本当に申し訳ありません、もう4局同時生放送でございますけども、本当にですねこれ計算しました。そう、ジャパネット高田のショッピングは撮り直しができない生放送。さらに、うちはもう父からずっとショッピングが生放送って決まってるので、原稿もないですし、 MC が自分の言葉で言うっていうことを大事にしてますね。はい、そこも絶対に変えない。そうです、1年を通してすごいですね、冷房暖房ドライだけじゃなくて、この高速ストリーム、ミスが許されない生放送にもかかわらず台本は一切なし。この台本なしこそ、ジャパネット高田が多くの顧客の心をつかむ最大の要因。でもその原稿を用意しないで全部その場で話すということは、それだけ深く、うん、商品のことも理解していないとできないですよね。そうですね、僕も社内で言うのは、100理解してて人に伝えれるのって70だと思っているので、100伝えようとしたら130、140理解しないとダメだっていうのは、もう商品紹介に限らず大事な考え方で持っているので、やっぱりこう温度感が違うというか、結構こうジャパネットって会社がもう自分の言葉で話すっていうのを大事にしていて、実はこう忘年会とか全体会議なんかでも、私も絶対原稿は作らないですし、役員が挨拶する時も原稿は一切みんな作らなくて、でこの前入社式もあったんで、入社式でこう先輩社員の挨拶で前通った2年目の社員が紙持ってたんで、その場で取り上げて自分の言葉で言ってみようっていうのをやったんですけども、そういうのがなんとなく文化としてはありますね。やっぱ言葉の意味が、自分の言葉大事だと思ってます。やっぱり原稿読むって、言葉が結婚式の挨拶でもずっと読まれるのって、こう聞いてる方が苦痛だと思っていて、やっぱり自分の言葉で表現するっていうことを会社全体がすごく大事にしてますね。